動物たちの可愛い映像をお届けするアニマルアニマルウィークリー。今回は秋吉台サファリランドにお邪魔しました。今年4月に生まれたばかりのヤギの赤ちゃんをご紹介します。まだ顔が幼い。生まれたのはこちらの3頭。みんな体の色が違うんです。ねえ、全然違う。白黒のツートンカラーになっている子もいますが、お父さんが白色でお母さんが黒色になって、その子はもう半分半分、上半身下半身が白と黒で分かれちゃった子ですね。お父さんとお母さんの色によって赤ちゃんの色が決まるヤギ。今回生まれた3頭のお父さんは白色で、お母さんがそれぞれ白、グレー、黒なので3頭違う色になったんです。なるほど。この子のように白黒の赤ちゃんが生まれることも珍しくないんだそうですよ。パンダみたいですね。かわいい。ヤギは3月から4月にかけてが出産ラッシュ。毎年春になると赤ちゃんが生まれるそうです。秋からだんだん10月、11月ぐらいから発情が来て、でそこで種オスとミックスをさせて、春ごろに3月、4月に生まれる形になります。餌は1日2回、牧草を乾燥させたものを食べています。生まれた時は 1.2 キロほどだった赤ちゃんたちも現在は10キロほどの重さに。2年ほどで大人の体格になるそうです。現在は他のヤギとは別のエリアで親子で仲良く過ごしています。子ヤギさんたちはもう他の子ヤギと優しい頭突き合いとかをして過ごして、大人のヤギさんとかはもうゆっくり休憩して過ごしたりします。ここで飼育員さんにヤギの赤ちゃんの可愛いと思うポイントを聞いてみました。自分が好きなところは尻尾で、子ヤギがお母さんのお乳飲んでたりとか、遊んでる時とか触ったりする時によく尻尾が小刻みに揺れて、そこがとても自分的にはとても大好きです。名前は生後半年ほどでつけるそうで、飼育員さんたちの話し合いによって決められます。すくすく成長しているヤギの赤ちゃんにぜひ会いに行ってみてください。